そしてつい先ほど日大の選手たちが声明文を発表しました、こ,ちらですこの中には、感覚アメフト部や関係者への謝罪警察の捜査や大学が設置する第三者委員会の調査に全面的に協力する姿勢また可能であれば宮川選手にチームに戻ってきてほしいという思いなどが書かれていました。 私も文章を読みまして監督コーチと選手たちは監督らの指示を盲目的に従ってきたという文章がありましたそして勝利のために必要なこと深く考えることなく信じきってしまった監督、コーチ間そして選手の間でもコミュニケーションが十分ではなかったと記してありました。 そして自分たちの不甲斐ない姿勢が今回の事態を招いてしまった一因であろうと深く反省していますとも書いてありました選手たちが十分に話し合って頭を悩ませ言葉を選んで今回の声明文に至ったとそういうい感じ取ることができますそして日大のアメフト部や内田前監督への処分はこの後午後8時半からの会見で発表されます 関東学生アメリカンフットボール連盟の罰則規定には重いものから順に除名、資格剥奪団体活動の一時停止または無期限停止公式試合の出場停止などの処分があります内田前監督と井上前コーチは永久追放に相当する除名森ヘッドコーチは資格剥奪 宮川選手とと日大のの部には出場停止の処分が検討されているとみられてていいるらます。また学生連盟は悪質なタックルは内田前監督と井上前コーチの指示と認定すす。る見込みです関東学生連盟はこの後、調査をした内容そしてどのような根拠で反則を監督とコーチの指示と認定したのかもしくはすることができなかったのかこの後の会見で明らかになると見られています。